アミアカルバアミアカルバは北アメリカ大陸東部に分布する淡水魚の一種。全長50センチメートル程度で円筒形の体、骨質板に覆われた頭部を持つ。長い背びれを持つが、尻びれが短いことで、他の類似した外見の魚類と区別できる。植生が豊富で流れの緩やかな河川、故障に生息する。艇性の鈍欲な魚食生種で、 夜間に獲物を静かに追跡して捕食する。氷を用いた空気呼吸が可能であり、酸素濃度の低い水域にも生息できる。繁殖時にオスは巣を作り、卵や稚魚を保護する。肉は適切に調理すれば食用にできる。卵をキャビアの代用品として用いることもある。IUCN は保全状況を軽度懸念としている。メディアを再生する 水族館で泳ぐ個体ビレれとメジョモンの配置。合衆国魚類野生生物局による。平均で全長50センチメートル程度。メスは65から70センチメートル、オスは50から65センチメートルになる。最大で109センチメートル、9.75キログラムの記録がある。幼体は1年目の1月には13から23センチメートル程度に。 成長する。メスはオスより大きくなる傾向がある。背びれは全長の1、3の点から喫死し、42から53何乗。腹気は全長の中間あたりから喫死する。尻びれは背びれ規定の中間あたりから喫死し、9から12何乗。体は長い円筒型で体側と背面はオリーブ色から褐色。垂直の島や 暗い網目模様などの保護色パターンを持つことが多い。背びれには垂直の島があり、尾ひれにも不規則な垂直島がある。覆面は白から乳白色で、体びれと尻びれは明るい緑。孵化直後の7から10ミリメートルの稚魚は黒く、お玉弱子のような外見であるが、25ミリメートルほどに成長すると小さな板が悪いのような外見となる。 幼体と、オスは、小柄に、投稿色で縁取られた黒いメジョウモンを持つ。メスにもメジョウモンがある場合があるが、縁取りはなく、年齢と共に薄れる。メジョウモンは捕食者を混乱させ、その攻撃を比例とそらす効果があると考えられる。頭骨。頭部は、骨質板に保護される。祖先的な魚類の持つ特徴を保持しており、生きている化石や原始的な魚類。 として言及される。これに類する特徴として、尾ひれが異形であること、血管が発達して、肺の機能を持つ、胸、腸に残る、螺旋弁の痕跡、骨質の喉板などがある。喉板は、頭部の下一体の化学骨の間に位置する。他の特徴として、長く鋭い歯、感情に突き出した一体の鼻孔がある。鱗は、ガノイン鱗の一種であるが、 原生種は、化石種に比べがノイン層が退化しており、より派生的な新骨類に似た、円輪状となっている。形状も放射状の先端部のみ、円形の特殊なものである。菱型がノインウロコと異なり、障害物に接触した際など単体で脱落する場合がある。細長い円筒形の体、長い背びれ、魚食性という共通点から、カムルチーと間違えられることがある。 だが、この種は、ユーラシア原産で、北米では、外来種とされている。カムルチーは、本種と比べ、小柄に、メジョモンがないこと、尻びれが長いこと、頭部が、より糸があること、上顎が下顎より短いことなどの相違点がある。北米とユーラシアの河川、湖沼に生息するカワメンタイも、よく混同される、種の一つである。川は、本種と比べ、 頭部が平たいこと、細い髭を持つこと、尻びれが長いこと、腹気が胸びれの下にあることなどの相違点がある。ポリプテルスガーメ、廃魚などの海氷類と同様、水をエラに通すことによる通常の呼吸の他に水面から空気を飲み込み、小さな呼吸管を通じて氷に取り入れることによる空気呼吸が可能である。活動レベルが低い時でも、 酸素の半分以上を空気呼吸によって取り込んでいる。氷の換気には、二つの異なるタイプがある。タイプ I は、水上や貧酸素水解中で誘発されるもので、吸気と呼気の動作からなり、ガス交換によって、血中の酸素の濃度を維持する役割がある。タイプ2は吸気のみの動作で、氷の溶石を増加させて、浮力を確保する役割がある。本種は、 空気呼吸によって、貧酸素環境でも代謝を維持することで、生存能力を向上させている。周囲が暗くなると活動が活発になり、空気呼吸の頻度も増加する。血液は、暖かく酸性の水域に適応したもので、水温が摂氏10度を下回ると、動きが鈍くなる。この温度では、空気呼吸をほとんど行わないが、 水温の上昇とともにその頻度は増加する。また、高温時にも二酸化炭素の排出はエラから行っている。適した水温は12摂氏26度の範囲で、摂氏18度の時に最も活動レベルが高い。1950年に、爬虫類学者のウィルフリッド・ティーニールは、川から0 4トルの地点の地下1 0トルから、 直径20センチメートル程度の眉を作って仮眠する本種を発見したと報告している。また同時に過去の洪水がこの場所に到達していたことにも言及している。本種のような河川性の魚類が洪水によって水没したおどみに侵入し水が引いた時に取り残されることは珍しいことではない。このような仮眠の報告は逸話的に 複数回記録されているが、実験室では、水上で3から5日以上生存させることは、できていない。だが、野外での実験は未だ行われておらず、空気呼吸が可能であること、エライトや、エラベンが硬い構造で、空気にさらされてもガス交換が可能であることから、仮眠が可能であるという見方も存在する。俗名アミアはギリシャ語で魚の一種を意味する。 種商名カルバは、同じく、ギリシャ語で滑らかなお意味し、頭部に、鱗がないことにちなんだものである。英名ボーフィンは長く練った背びれに由来する。ドッグフィッシュ、マドフィッシュ、グリーンドル、ローヤーとも呼ばれる。中世代に繁栄した網飴の唯一の生き残りであり、ガーメに似た原始的な特徴を備えることから、古代魚や生きている化石、とされる。 アミアメの化石記録には、淡水種と海産種が含まれ、北米、南米、ユーラシアアフリカの広範囲から産出するが、本種の分布域は、北米の淡水域に限られている。本種はアミアメ唯一の原生種であることから、分子系統解析によって、アミアメと他の魚類との系統関係を推定する上で、不可欠な存在である。アミアメは、他のいくつかの絶滅目ともに、 ハリカモーフィーと呼ばれるグループを構成する。このグループの新ヒレア構内での位置づけについては、いくつかの競合する仮説があり、新骨類の姉妹群とされることもあるが、少なくとも2個の核遺伝子と、ゲノムの超保存領域の解析からは、ガーメと共に、全骨類ハラスタイという単系統群を構成するという結果が得られている。ポリプテルスや他の脊椎動物と同様に、 ゲノムには完全なパルハックス遺伝子クラスターが含まれる。これはおそらく全ゲノム重複によってパルハックスクラスターが断片化している新骨類とは対照的である。このことから本種を含むアミア類はすべての新骨類の最も近い共通祖先が出現する前に他の魚類から分岐したと考えられる。このため本種は ゼブラフィッシュなどのシンホネ類よりも、脊椎動物のゲノム研究におけるモデル生物として、適している、可能性がある。米国内の確認された、分布域。カナダ南東部にも分布する。分布域は、アメリカ合衆国東部の大部分とそれに付随した、カナダの水域で、五大湖、シャンプレーン湖、東は、カンザス州までのミシシッピ川流域を含む。北は、 ケベック州からミネソタ州北部、南はメキシコ湾まで見られる。大西洋、メキシコ湾岸に注ぐ河川では、東はペンシルバニア州のサスケ花川から、西はテキサス州のコロラド川流域まで分布する。1800年代から1980年代にかけて、米国内では様々な淡水魚が様々な場所に移植された。当時は、 外来種が生態系に与える影響がよく理解されておらず、ゲームフィッシュ以外の魚は無視される傾向にあった。本種は、コネチカット州、イリノイ州、アイオワ州、カンザス州、ケンタッキー州、メリーランド州、マサチューセッツ州、ミズーリ州、ニュージャージー州、ニューヨーク州、ノースカロライナ州、ペンシルバニア州、バージニア州、ウェストバージニア州、 ウィスコンシン州の様々な河川、故障に導入されたと考えられている。これらの多くは、資源管理を目的とした意図的な移植によるもので、あるが、これらを洪水などのヒート的な移植と区別する方法はない。本種は、漁食性が強く、どんよくな捕食者として、導入先の在来種の脅威となる可能性がある。植生の豊富な沼、低地の河川、湖を好む。 稀に気水域でも見られる。退職が保護食となり、植生の間に潜む個体を見つけることは難しい。根や流木のもとに隠れることを好む。空気呼吸が可能であるため酸素濃度の低い環境にも耐えられる。追跡、待ち伏せ型の捕食者で夜間に浅瀬に移動して狩りを行う。魚やカエルのほかザリガニ、軟体動物。 水生昆虫のような無脊椎動物など非常に多様な獲物を捕食することが知られる。生態は魚食性が強いが若い個体は小型甲殻類が主な獲物である。背びれを前後に波打たせることでほとんど水を波立たせずに前後に自由に移動し獲物を追跡することができる。攻撃は直線的で素早く約0.075秒で完了する。獲物は 水と共に吸い込むことで捉える。イカリムシ。寄生虫として、イカリムシ属が一般的に見られる。これは、カジアシ類のキクロプス木に属する、小さな甲殻類で、ヒレの基部や皮膚に付着することで、成長速度の低下や死を招く。イシガイカのオウネカワボタンガイは、水流を通じて、本種のエラに卵を送り込み、孵化したグロキディウム養成は、 エラの中で成長する。肝癌や、知死的な白血病も報告されている。春から夏、典型的には4から6月の夜間に、植生の豊富な、澄んだ浅い水域において、藻類の繁茂する砂地や、切り株、倒木、茂みの下などで繁殖する。繁殖には16摂氏19度の水温が適する。オスは、植物質から茎や葉を取り除き、 繊維状の根のみで円形の巣を作る。周囲の植生の密度に応じ、片側にはトンネル状の入り口があることもある。巣の直径は39から91センチメートル程度で、水深61から92センチメートルの場所に作られる。繁殖期には、オスは婚姻色を示し、下側のヒレが明るい黄緑色となる。繁殖行動は、 メスが巣に近づくことで始まり、オスはメスを追い回し、メスが受け入れるまで、断続的な噴への噛みつきや接触を続ける。成立したペアは、巣の中で横に並び、メスが散乱している間に、オスはヒレを震わせながら、精子を放出して受精させる。一連の繁殖行動は1から3時間続き、最大で5回程度繰り返される。 一つの巣に二匹以上のメスが産卵することも多く、メスも二つ以上の巣に産卵することがよくある。メスは繁殖後に巣を去り、オスは孵化までの鉢から10日観覧を守り続ける。一つの巣には2000から5000個、またはそれ以上の卵が含まれる。繁殖力は個体の大きさとともに増大し、大型のメスでは5万5000個以上の卵を持つことも珍しくない。 卵は粘着性で、水中の植物や、根、砂礫などに付着する。孵化直後の稚魚は遊園して、餌を探すことができず、卵黄を使い切るまでの7から9日間は、粉炭の付着期間で水中の植生に付着し、オス親に守られる。オスは、卵の孵化後にも1ヶ月程度は、積極的に稚魚を保護する。成長は早く、孵化後4から6週で遊園。 節字が可能になると、稚魚は群れを作って巣から離れる。オス親はその周りを、ゆっくりと泳ぎ、群れが散らばることを防ぐ。生成塾には2から3年かかる。野生下では10から12年、飼育下では30年程度生きる。メスは、オスより長命である。捕獲された、個体多くの釣り人は、本種を、ゲームフィッシュとして望ましいとは考えていない。釣り上げる。 歳の引きは強く、歯が鋭いため注意して扱う必要がある。現在の最重記録は9 8キログラム一時は、本種の魚食性は、他のゲームフィッシュにとって有害だと考えていた。生物学者や釣り人もおり、結果として、本種の個体数を減少させる働きかけにつながった。その後、生態系全体のバランスについての理解が深まるに、つれ。 これらの働きかけは、本種の個体数を維持する方向へと変化している。小型個体の飼育は容易である。日本国内でも観賞魚として流通する。味は、柔らかく無味で、食感も悪いとされ、一時は、商業価値は、低いとされていた。だが、適切に処理して燻製、揚げ物ブラックフィッシュクールブイヨン、つみれ。 フィッシュケーキなどに加工すると美味しく食することができる。長年にわたりキャビアの国際取引に関する規制が次第に強化されていることから、米国ではキャビア代替品の市場が出現している。その中にはヘラチョウザメ、他のチョウザメ類などに加え、本種の卵も含まれている。ルイジアナ州では肉と卵を目的として野生個体の捕獲のほか養殖も行われている。 卵はキャビアに加工され、ケージャンキャビアやチュピケロワイヤルの名で販売される。米国内の一部の地域では、水生環境中の水銀、ヒソクロム、銅のような毒性物質の濃度が上昇しており、これらの地域での魚類の消費については、警告がなされている。本種は、頂点捕食者であるため、 小型で寿命の短い魚と比べて高いレベルの水銀を生物濃縮する傾向にあり、それらの魚より食用としては安全でない。ありがとうございます。